手打たけ構えて放て全国の花と歌われました真田幸村公草案の真田流法術をもって戦国時代さながらに演舞を行います。信州真田鉄砲隊は現在では日本一の鉄砲隊としてその法術の技術を評価されています。真紅の甲冑に身をまたいて花をつけ千鳥の構え振り出し構えて鶴瓶打ちです。放て井戸水の水を汲み上げる鶴瓶のごとくガラガラと連射するのが鶴瓶打ち真田流の砲術における名称です。幸村公は関ヶ原の駅においてもよくこの上田城を守り通し徳川軍の大敵を少数の味方によって崩壊させました。よって家康とお腹が生じたといわれる守備軍この上田城での大きな戦闘でした。その中で威力を発揮ました真田流の高いの大術大術隊前この大術は天守閣や砦あるいは木造船をも打ち沈めるというまるで大砲のような大型の火縄銃です。真田鉄砲隊真田流膝放ち名をつけ火打ち鶴瓶早打ちを行います。放て信州真田鉄砲隊は今や幸村公活躍の地大阪城をはじめ全国各地で活躍しておられます。常に六門線の真紅の旗をなびかしてその実技は日本一と言われております。かつて日の本一の強者と言われましたまさに幸村公を象徴するものです。次に幸村公の悲劇を申し上げます。幸村公は大阪城を死守するために大阪の陣においてその尊い命を落とされました。しかしこの時大阪天王寺において家康軍の本陣に迫りまさに馬上術をもって家康公を葬り去ろうとした一瞬があります。その馬上術の演舞を行います。これは馬上において用いる鉄砲であるために短く作ってあって大変命中率は悪うございますがそのため牙という機動力をもって敵中を深く突っ込み発射するというのが馬上術の砲術です。
しかし雪村公のこの試みは失敗に終わりました。馬上のために雪村公はこの馬上術を家康の面前で取り落としてしまったのです。もしこの時この馬上術が家康公を葬り去っていれば、日本の歴史はまた大きく変わったかもしれません。真田鉄砲隊、直近、湯田切、鶴瓶打ちです。早話、放て。今戦国の武将を語るとき、雪村公は常にその第一位です。きっとハンサムな武将であったに違いありません。残念ながら私はお目にかかることはできませんでした。しかしその真田雪村公を生んだ誇るべき信州のこの地、ここでこの鉄砲隊はもう20年近く頑張っていらっしゃいます。この鉄砲隊が信州上田港のシンボルとして各地で活躍しておられます。東北は種子島、そして東北の地まで来ておられます。真田流抱えの大術、迷う千鳥の構え、鶴瓶打ちです。真田鉄砲隊特有の早打ち、火ぶたけ、構えて、放て。私は大阪城の真田鉄砲隊の隊員です。雪村公はこの地で生まれ、この地で育ち、そして大阪城でその尊い命を落とされました。真偽に熱い、そして何ともロマンチックな武将として、私たちの心の中には常に真田雪村公の面影があります。しかし尊い命を、大阪城を守るために、大阪城のために散っていかれました。憎き徳川家康を目前にして真田鉄砲隊最後の一斉射撃を行います。敵は憎き徳川家康、手ぶたけ、はい、